おはようございます。釣り子 TV です。ボトムアップからですね、新しい、ワームが出ていたんで買ってきてみましたよ。ブルースホッグ3インチっていうことで、これね、独特な形のパドルテールね、シュッとしたデザインですけども、なんかこうボディがずんぐりむっくりしていて、なんだろうかな、こうジカリグとかでポイントにねじ込んでバタ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 させるような、そんな使い方に合いそうなね、こういったワームで、まあね、ボトムアップ釣れるワームが多いなって印象なんで、まあ新しいの出たらまずは一袋は買ってみようと思ってるんですけども、楽しみですね。ブルースホッグで価格は770円っていうことで、グリーンパンプキンペッパーで7個入りだよね、そんな感じで書いてあるんですけど、あとねここに説明書きがね、いっぱい書いてあるので、どんな形かね、見ていきたいと思います。そんでね、先日初めて、なんだろう、ライブ配信、生ライブみたいな感じでやったところですね、あれ買いますか、うわっ、そんな話して、匂い、くさ、いやー、これね、いや、前回ね、そのライブ配信した時、実は買ってきたんですよ、なんてチラッとね、見たんですけども、これほんとね、ゴン臭なんですよね。この色で臭いって言ったらもうなんだろうってね、思っちゃいますけど、結構ね、すげえ匂いがしますね。これが釣れる秘密なのかななんてマジで、思ってるんですけども、まあ匂い以外にもね、本当動きのね、常に何かどこかがバタバタ動くってね、そういったコンセプトのワームが多いと思うんで、このブルースホッグに関してもそこら辺非常に楽しみだなっていうことで、こんな感じで、まあブリスターパッケージね、こんな個別にね、一本一本丁寧に入っているので、まあ型崩れの心配なしっていう感じですけども、まあちょっと早速ね、1個ね出していきたいと思いますよ。あ、結構ね、張りのある感じ、この感じいいな、なんかもういきなり水を押しそうなね、張りと、あと重さ、なんかね、手に持つとね、結構ずしってくるんですよね。で、まあこっちの方よりやっぱりこの2本あるね、特徴的な厚手の手、これがね、指先のした時にね、ドゥンってね、こうゴンってね、重さがくるんですよね。このパドルが水をガッガッって押すことによって、これはかなりのアピールが期待できそうですね。で、ボディの方を見てみると、おお、ここにね、まず下向きのこう手があって、で、ね、この上にはこう上に、1234、計8本の上に向いたね、足があって、で頭の方にはこの触角は1本ですね。で、こう針先を隠すような、まあでもセンターから針を出してくださいっていうガイドのラインがあるんですけども、針先は隠せますよっていう感じの、ここにね、行き止まりみたいに見えてるかもしれない、ポッチがある。だから専用の水晶のフックを使えば、このところに針先を隠してね、綺麗にいけるよ。あ、やっぱ丁寧ですね、ここら辺の細かいデザインがほんと丁寧だな。で、後ろを見るとこんな感じなんですが、あー、これね、これやっぱドライフクローにね、似てますね。手のね、感じが違うけども、ただこの2本のボリュームある手でアピールをするっていう、この印象と、このここを隠したこのボディの感じね、これは川村幸太郎さんがね、以前いたところで、あれは確か初上作だったと思うんですけど、一発目に川村幸太郎さんがワームデザインして、作り込んで作った例のあのワーム、まあ未だに釣れるんでボックスからは外せないですけども、ドライブグローってね、あれとボディの感じが似てるんだなっていうのがね、こう手に持ってグリグリ持っての印象です。ってことは、期待できるんじゃないかな。で、今手の部分に関しては、
こういう回答だよ、こういう感じいいんじゃないのっていうデザインなんでしょうね。これはあでちょっとつぶつぶがあったりして、で手の先端がねこうここにねスリットが入っていてね、ここもドライブしそうな感じなんですよね。これはどうなんだ、あちょっとね水の中でね早くねバス誘ってみたいですね。でブルースホックに関しても説明がいろいろ書いてますけども、まずはちょっと勉強していきたいと思いますが、パドルを左右に震わせ水を叩き押す新波動ホグワームということで、独自のスリットインパドルが水をつかみブルブル震えるライブリアクションを発生。スリットインパドルって言うんですね、このスリットの入ったパドル部分ですね。で分厚いパドルの側面で水を叩き押すことで内輪で仰ぐような力強い水押し効果。このねほんと手にねポンって乗せただけでそのこう来るんですね、この肉厚のパドルがズンって指小指のあたりに乗ってるなってもうすごい伝わってくるんで、張り持ちに優れるやや固めの素材ながらそれを感じさせない柔らかな動き、針先を埋め込む肉盛りを背と腹に設けることで裏返して二度刺しに対応。あで、エビ、イカ、ベイトフィッシュの粉末をトリプル配合、塩入り、中比重マテリアルっていうことで、高比重マテリアルじゃなくてね、低比重でもないですね、中比重マテリアルっていうことで、こう絶妙なライブリーなアクションを出すためにこのマテリアルにもすごいこだわってるよって感じだと思うんですけども、で推奨フックはねテキサスリーグ、リーダーレスダウンショットリーグ、ヘビーダウンショットリーグ、キャロライナリーグともに、10番ね、10番が何にしてもどうにしても推奨だよっていうような感じでねここに書いてあるんですけど、まあ、いろんな各ね使い方には対応するんですが、針に関しては10番よろしく頼むぜっていう感じで書いてあるので、これと一緒に釣り具屋さんで針どうしようかなって言ったらですね、オフセットックの、まあ、10番を買うといいんじゃないかなということで、で、まあ、ジグのトレーラーなんかにももちろんいいよっていうことで、これがバタバタ水をしたらね、ジグのトレーラーにしたらこれは釣れそうですね。で、3インチっていうサイズ感ですね。いやー、これね、マジ、早く。釣れるのはこれ確定でしょうっていうね、感じはしますが、あとね重さの方も測っておきたいと思いますね。機体のですねボトムアップの、新作ワームブルストック3インチは何グラムでしょうか。ワーム単体でねこれ3インチのワームなんですけど、今 6.8 って出ましたけど 6.8 から 6.9 グラム、およそね7グラムほどあるっていうことで、これは小粒なジャイアントですね。この、小さい感じですけど、やっぱこのねほんと手に持っても感じるパドルの重さとかが効いてるんでしょうね。7グラムぐらいありますっていうことなんで、そうですね使い方としてはやっぱりストラクチャーに入れてこの手をバタバタさせたいなぁなんて思うと、シンカーストッパーをつけたテキサスリグや、リーダーレスダウンショット、はたまたそうですね、ラバージグのトレーラー、ここら辺で使うことが多くなると思いますけども、何にしてもね、この単体でも重いんで、まあ、ノーシンカーってのは書いてないですけど、ただあ、そっか、キャロライナリグって書いてあるから、まあ、例えばヘビーキャロライナリグの具にして、こう、重いのをシュッてやって、これを独特なライブリーなアクションで、ブリンブリ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 、パコッとね、食わせる。こんな使い方にも効きそうですね。いやー、ちょっとね、これは、河村光太郎さんのデザインした、クロウ系というかね、シュリンプ系は出ましたからね、こう、水をブンブン押しそうな、ね、ドライブクロー最初出た時ほんとよく釣れましたからね、期待してたのはこういう小粒でコンとね水を押してくれるそういうワーム、これ出ないかなーなんて思ってたんで、いよいよ登場ですね。でまあ3インチから出たっていうことですけども、ボトムアップなんでこの先のサイズ展開も楽しみですよね。まあ4インチは4インチでこれでこの手がね大きくなったらアピールしそうだし、はたまた、小型サイズなんかが出たとしたらそれもねちょっと
とねややこしいところに入れてチクチクやる、まあ、冬の釣りとかに効きそう。まあまずはね、釣れ線のこの3インチっていうサイズからね、登場ということなんで、今ね釣り具屋さんに、まあ、この動画上がってるこの近辺でね入荷してると思いますので、行くとね、自分はねキャスティングに行ったらまだカラーもいっぱい選べたし、パッとね変えたんですけどね、これはねぜひもんでね、まあ春はもちろんですけど、これからそうですね夏の時期になってこう暑くなってきて、バスがもうめんどくさい、カバーのめんどくさいところにね入り出したらそんな時に効きそうなのと、まあそのまま流れでね冬のもバスどこ行っちゃったんだろうっていう時もめんどくさいカバーのめんどくさいね、奥にいたりするんで、まあまあ一年中釣れるんでしょうけども、いい感じなのは多分こっから暑くなってきた時の、日陰がガッとあって、もしくは太陽さんさんの中の薄ゴミカバーのちょい下とかね、そんなところでもごもご動かすのがいいんじゃないかなと思いますんでね、ぜひ、まあ、実況動画の方でもね早速10番の針ね、つけて投げ込んでみたいと思いますので、引き続き、実況動画の方もよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ボトムアップのですね、新作ワーム、プルスオーク3インチ、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。